三十年式銃剣は、1897年に陸軍で採用された日本の銃剣。当初の正式名称は三十年式不標銃銃券だったが、1907年に解消された。第二次世界大戦における日本の敗戦まで日本軍の主力銃剣として使用されていた。三十年式銃剣。下段は付属の鞘と検査。基本的に兵士は、 検査を帯皮に投し銃剣を左腰部に装備する旧式化した村田銃の後継として30年式不標銃が採用されるのに伴い同時に採用されたのが30年式不標銃剣である。なお、30年式不標銃の騎兵銃型である30年式機銃には着剣装置がなく銃剣使用は考慮されていない。後に三十年式不標銃の改良小銃として 採用された38式不標銃の採用に合わせ、1907年12月に正式名称を30年式銃剣に改称している。開発当初は、欧米列強国と比し低い平均身長である日本人兵士が30年式不標銃に着剣した銃剣で、不標にとって重大な脅威となる敵機兵の腹部を十分に一つできる長さを持つこととされていた。 外観上の特徴は日本刀を模した片刃の刀身である。列強諸国がスパイク状、両刃状の刀身を用いたのと比べて文化的差異が現れている。しかしながらあくまで銃剣は一つのためのものであり、出生時に刃をつける際には先端から約1 9 0ト、mm、ルまでと定められていた。左右に血抜き用の溝が掘られている。明治昭和初期までは刀身には 表面保護が施されておらず文字通りの白刃であったが、1940年以降は、刀身にも黒染め処理が導入されている。刀身の長さと黒い色から、将兵からは、五冒険の愛称、通称を与えられた。刀身は平時には、被害防止の観点からはびきされており、出生の直前に刃をつけるよう定められていた。葉付けには、グラインダー等の工具が用いられ、 検索の跡が残る程度に荒れ研ぎされた状態になるのが一般的である。総生産数は約840万ぶり。30年式重検を着検した99、式系機関銃30年式重検を着検した、改修産型機関単獣生産は東京方兵交渉に始まり、後には陸軍造兵省小倉交渉、及び陸軍造兵省名古屋交渉も加わっている。 さらに昭和期の日中戦争以降は、兵器需要の高まりのため、民間委託生産によって、豊田自動食機、松下金属、厚生機、金城削岩機、利権鉱材、愛産工業などが生産に携わっている。約半世紀にわたり生産されていたため細かい、バリエーションが20種類ほど存在し、おおむね、前期、後期、末期に、大分することができる。特徴は、 前期の刀身は白磨き、後期末期は刀身がや戦時の反射防止を目的とした黒染めとなる点が挙げられるが、製造所と製造時期により差がある。刀身はやや先細りの形状で、両面に溝が彫られていたが、後期以降には、唾からまで、切っ先手前までが平行形状となり、溝も省略された。粒が左重しやすいために、フック状のものが前期。 自家上は簡略化された後期との説があるが前期、後期ともに両形状の粒が存在するため正しくはない。柄を握った際に指が当たる部位は曲線で構成され、角も丸められていたが、後期以降になると単純な直線形状になった。木柄は当初はネジ止めされ、後期以降はリベット止めへと移行した。鞘を含めた金属部品の表面被膜処理は、 当初は青染め、その後は黒染めが主体であった。末期では、鞘はゴム製、木製、竹製、比較製のものがあり、99式炭小銃の粗悪化に並び、日本軍の長楽の象徴とも言われる。その他、刀身に刀剣康を用いない、はずけができない、教練用銃剣も存在し、学校教練などで使用された。また、 前述の通り陣は先端にしかついていないが、軍刀のように斬撃にも使えるようにと戦場で、各小兵が各自で研磨して全体に刃をつけた例もあるとされる。小銃は元より軽機関銃や機関単銃にまで着剣可能だった。ただし、軽機に関しては、白兵戦の道具としてではなく、射撃の反動による銃口の跳ね上がりを抑えるための、 おもりとしての意味合いが強いとする説もあるが、現在残されている資料で確認することはできない。また、機関単銃に関しては、戦後に採用されたイスラエルのウジやイギリスのスターリングといった軍用短期間銃にも着剣装置を持つモデルが存在するように、短期間銃が効力を十分に発揮する接近戦や白兵戦において一定の重剣需要はあったため、決して 日本軍独自の発想ではない。後の第二次世界大戦時には、空挺部隊たる、低身部隊用に、30年式銃剣の全長を約200ミリメートル短くし、取り回しを良くした二式銃剣が採用され、低身兵用の二式小銃や百式機関単銃に用いられている。なお、事実上の帝国陸軍の後ろ身にあたる戦後に、 創設された陸上自衛隊においては、採用された64式 7.62mm 小銃の属品たる64式銃剣は、その開発段階において30年式銃剣の影響を多分に受けており、全長 410mm、波長 290mm と現代銃の銃剣としては長尺なものとなっている。イギリス軍で、 第一次世界大戦前に採用された1907年式銃剣は30年式銃剣を参考にしたとする説がある。38式機銃の後続として採用された主力機兵銃44式機銃は折りたたみ式のスパイク上銃剣を有す DN フィールド小銃の単銃新型であるスマイル、小銃用に30年式銃剣を参考にした。 カタハトの P1970 件が開発、採用されている陸軍技術本部、30年式、10県、32年式軍刀校、お津波に95式軍刀中改正の検証は14から15年、アジア歴史資料センターレフ、C01001850300。ありがとうございます。